はい、どうも皆さんこんにちは、ビルトです。ということで今回はですね、なんと捕まりました。まあね、捕まったっていうか逮捕っていうかね、まあ、警察のお世話にちょっとなっちゃったんですけど、今回それについてね話していきたいと思います。で、まあ、ビルト一体お前何したんだと、お前何して警察のお世話になったんだとね、まあ、みんな気になってると思うんですけど、なんとですね、僕この前免許取ったじゃないですか。で、おととい、まあ、これ起きたのがまずおとといなんですね。で、おとといに彼女とね、ドライブ行こうってなって、夜、ドライブ行ったわけですよ。で、まあ、港未来、まあ、横浜の方ですね。港未来を夜ドライブしてて、なんだっけな、大桟橋だっけなっていう、なんか、橋があって、そっから綺麗な夜景が見れるみたいなスポットがあって、まあ、そこに行こうと。で、そこに向かってね、まあ、順調にね、うわ、初めてのドライブだわ、とか思いながらハンドルを握って、行ってたわけですよ。で、大桟橋に着いて、で、あ、じゃあ駐車しようって思って、まあこう駐車場がね、すぐ前にあったの。でも、なんか、駐車場に入る前の道で、結構なんか、車が路駐してあって、あ、なんだ、みんな駐車場使わずに路駐するんだ、ここって思って、じゃあ俺も路駐しちゃえって思って、路駐したんですよ。道路に駐車するってことね。端っこに寄せて。で、下なわけですよ。で、じゃあ行こっか、つって、車出て、鍵閉めて、で、その大桟橋っていうなんか綺麗な夜景のところ、まあ写真貼っておくんですけど、まあこういう夜景が見れるわけですよ。で、綺麗だなーってなって、あ、綺麗だねーみたいな感じで話してて、で、ちょっと、まあ奥まで行ってみようよ、せっかく来たんならみたいな感じで、結構奥まで行けるんですよ、その橋が。で、結構奥まで行って一周して、じゃあ戻ってこようかみたいな感じで一周ぐるーってして、あ、綺麗だねーつって話してたわけですよ。で、じゃあ帰ろうかつって U ターンしてってさ、どんどん自分の車の方面に帰っていくわけじゃん。で、したらさ、なんか俺の車らへんのところでさ、赤い光がチカ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 光ってんのよ、遠くに。うわー、あれな、警察みたいな、あれ待ってよみたいな、あ、なんか嫌な予感するなーって思って、まあ恐る恐るね、もうやだわーとか思いながら、でも恐る恐る近づいてったら、めちゃくちゃ駐車禁止場所で駐禁取られました。はい、俺が到着してさ、びっしり駐車してた車たちがいなくなってて、俺の車と1個前に止めた車、この2台がこの駐禁取られちゃってて、まあそのドライバーとはね、あーお前もかみたいな感じで、まあ、心の中でね、もうなんか、あーやっちゃったなみたいな、てか後ろにいたやつらどこ行ったんだよみたいな、俺らを捨ててみたいな感じで、仲良くね、その人と2人で駐禁取られました。はい、警察のお世話になりました。すいません。止めちゃダメだったんですね。まあ普通に、やっぱね、もう、駐車禁止場所だったんだろうな。まあ普通に。いや、多分ね、標識あったわ。そういえば。てかなんか教習所で習ったわ。その駐禁の場所みたいな場所。うん、めちゃくちゃそこだった。本当に悔しいね。はい、てな感じで、私言うとね、初のドライブにて、早速一発目で警察のお世話になりました。すいませんでした。うん、100% 俺が悪い。で、まあ、罰金かって思ったの。で、罰金何円だと思う？俺、てっきりまあ駐禁だし、もうほんと10分とかそこらの話なんだよ。まあ、まあ、言っても5000円、6000円ぐらいかなって思ったの。みんな何円だと思う？ちょっと考えてみてください。コメント欄に書いて。何円だと思う？これなんと、1万5000円。高い！高い。1万5000円は高くない？さすがに。うん。もう、俺が予想してた5000円とはね、もう3倍？ 1 万5000円やばいでしょ。さすがに。ね、バイトにしたら、15時間で時給換算したら、1万5000円高くね？ね、てな感じで、初ドライブで警察のお世話になって、1万5000円失うビル T0 でした。本当にありがとうございました。はい。まあ、ほんとね、ちょっと1万5000円は高いね。いや、マジで、全然道路もでかくて、全然駐車してても、ま、迷惑にならない。まあ、ただ、駐車禁止場所だったっていう。うん。いや、ミスった。うん、マジでミス。まあ、なんかちょっとね、初のドライブにして、警察のお世話になっちゃうっていう、結構残念な結果だったんですけど、もう初っ端から苦い思い出になりましたね、ドライブ。はい。その時ね、あ、どうせならなんかドライブ動画撮ろうかなと思ってたの。ドライブ Vlog。で、
撮っときゃよかった。どうせなら、あの赤い光が見えて、うわ、嫌だなーって思いながら近づく瞬間、撮っときゃよかったなーってめっちゃ後悔して、帰りの運転でさ、あ、これもう動画にしよう、せっかくなら、みたいな。1万5000円取られたし、みたいな。って思いながら、俺帰ってたの。したらさ、交差点で赤信号捕まっちゃって、こう待ってたんよ。したら、目の前で事故起きてさ、なんか、前のさ、対向車の車が、なんか、右折しようとしてたの。で、でもなんかわかんないけど、なんか急ブレーキいきなり踏んでて、道路にめっちゃでっかい音で、キュってなったの。で、その瞬間さ、その車の後ろにいた車が、なんか進んじゃってて、バン!バコーンみたいな感じになって、あ、追突事故、衝突事故、起きたの。あー、やっちゃったな、みたいな。この人たち結構、なんか、初のドライブで、俺、中勤取られた後に、なんか結構グロい事故現場を見て、うわ、もうなんか、俺って疫病神なのかなみたいな。運転しない方がいいのかなとか思いつつ。で、しかもそれ、やばかったのが、まあ、事故起きてさ、まあ、お互いさ、車止めるとか思うじゃん。けど、全然そんなことなくて、普通に、ぶつかってさ、ちょうど、十字の交差点だったから、その、右の方からさ、警察が来て、あ、前事故ったんで、止まってください、みたいな感じで、言うじゃん、アナウンスみたいなの。したらさ、その、後ろから突っ込んだ車が、逃げ始めて、いきなり、急スピードで。でもそっからパトカー、ブーとかなって、なんかチェイス始まって、なんか初運転にして、駐禁取られて、で、しかもなんか目の前で事故現場見て、その車が逃走しだすっていうね、結構グロいね、初ドライブの記憶になったんですけれども。はい。そんな感じで運転がすごい怖くなりました。はい。ってことで、逮捕されてはないんでね、駐禁取られて警察に捕まっちゃったみたいな。そんな感じのビル T0 でした。はい。ってことで、あとはホップライトのこの価値観の映像を見てください。メイスめちゃくちゃ楽しかったです。以上です。ほんとやん。うぃひぃふぅーメイス楽しい。ナイス。スマホで見てます。こんにちは、初見です。こんにちは、初見です。オッケー。次十五。メイスってこんな楽しいの？当てるだけで楽しいんだけど。こいつやばいぞ。ジノンちゃん。はい、オッケー。やばい。やばくない、全然。やばくないけど、これはもう、もういいでしょう、出てしまう。こいつ、抵抗しすぎ、もういいでしょう。マジでもういいでしょう。OK。来てる。やばい、来た。もういいでしょう。いいんじゃね、メイス楽しいな。落ちくってんのかやっぱ。いやもういいでしょ。オッケー。もういいでしょ。